エッチングドライポイントの作品ジャック・ビヨン、1875年7月31日から1963年6月9日は、フランスの版画家、画家である。ジャック・ビヨンの名は、アルフォンス・ドーデの小説、ジャックと15世紀フランスの詩人、フランソワ・ビヨンにちなんで作られた名とされる。キュビスムを志向した、美術家のグループ、ピュット・ーグループの一人で、版画作品で知られる。 ルール県のダムビルに生まれた。父親は裕福な交渉人で、母親は画家ニコルラがいる。法律を学んで、ルーアンでしばらく交渉人として働いた後、1894年にパリに出た。国立高等美術学校で学んだ。1894年から1906年の間、風刺漫画家として、ジルブラス、シャノワール、ラシエット・オブールのような、 パリのエイリ雑誌に寄稿した、ロートレックと同じようにリトグラフでポスターも制作した。1899年から1909年の間は、版画家、ウジェーヌ・ドラートルの工房で60点ほどのアクアチントの作品を制作し、その後パリ郊外のピュートーに移り、キュビスムを志行した美術家のグループ、ピュートーグループの一人として多くの版画作品を制作した。 1913年にアメリカで開かれた国際展覧会アーモリー賞に参加した。第一次世界大戦後はドライポイントやアクアチントなどの技法の版画作品を制作した。1950年にアメリカのオークランドのカーネギー美術館の賞カーネギー賞を受賞した。1954年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。